キバレナの釧路と関西つながり TV ビビビー、鳥取砂丘に来ました。なぜ鳥取に来たかと言いますと、釧路市の姉妹都市ということでですね、私秋晴れな釧路出身のご当地アイドルということでですね、姉妹都市鳥取にやってきました。そしてですね、なんと一緒にですねゲストをご出演いただきたいと思います。釧路と関西つながりってビビビビ、女社長の橋本夏美さんです、はい、よろしくお願いします。もうね、砂がもう足に入らない。砂なのよ、砂なのよ、ここから砂なの。なんとレナチさんと、あ、そうなんですよ、私は寒いから上着寒い寒い寒い精神なので、一緒の服です。なっちゃんから借りました。そうなんです、貸しました。お願いします。なっちゃんは初めて。あ、初めてです。あ、私も初めてです。本当、はい、どんなことが待ち受けてるんでしょうか。どうなんでしょうか、楽しみです。行ってみましょう。レッツゴー。おー、砂丘だ。たまや、たまや。すごい、なんて言ったらいいのかな、ずっと砂浜ですね。そうですね、どこに行っても砂浜です。ラクダ、ラクダがいますよ。あ、ラクダです。すごい、ラクダ。ウサさんと葵さんも一緒でーす、はい、どうも、半熟ブラックの葵です。よろしくお願いします。ウサ乗り体験1500円、今からラクダに乗ります。皆さんね、乗らない方も一緒にちょっとこっち来てもらって、じゃあこっち全員でちょっと集合写真させてもらいますので、ラクダは砂漠の船と呼ばれていて、昔から荷物を運ぶ動物として活躍してきました。ラクダには一コブラクダと二コブラクダの2種類いるそうですよ。私が乗ったのは二コブラクダで、中国やモンゴルで生息する寒さに強いラクダです。なんか暑いのには弱いみたいですね。ラクダのコブには脂肪が入っていて、長時間食べなくても生きていられるそうですよ。すごいですよね、本当に。鳥取砂丘のラクダ乗り体験は約3分間でした。2人乗りは大人と子供限定ですので、基本大人1人で乗ることになります。さあ、ラクダ乗り体験を終えました。めっちゃ可愛かったです。モフモフしてました。あったかかったです。色がもうぴったりよね。はい、ということで今ですね、はい、ラクダさんに乗ってきたんですよ。いや、もうね、モフモフ、あったかいのよ。あったかかった、ね、しかも結構高いんやなって思いました、乗ってから。そう、確かに確かに、なんか見てたら、あ、そんな、まあ大丈夫かなと思ったんですけど、乗るときに、あ、高い、結構怖いかもって。結構揺れるんだな、結構揺れるんだなって思った。でもこう生のこうね、うん、生き物という感じが、はい、実は可愛かった、はい、すごくモフモフ可愛かったです。この広さ見てください、もう自由です。後ろの方にもぜひこの鳥取砂丘の素晴らしさをですね、体験していただけたんじゃないでしょうか。後ろの皆さんにも鳥取県に遊びに来ていただきたいなと思います。